はい。髪の毛乾いたよ。お前さ、ちゃんと自分で髪乾かせよ。かせ。引くぞ。はい。泊まりに来た時は、俺が乾かせばいいんだろ。かわいい。なんでもない。ほら、歯磨きしたんだろ。もう夜遅いし、早く寝ろよ。俺は、まだいいや。なんか、最近眠れなくて。大丈夫だよ。たまにあるんだ。仕事もちょっと残ってるから、寄ってから寝るよ。ほら、もう夜遅いんだから、お前だけでも寝てて。心配しなくても、後でベッド行くから。大丈夫だよ。って、何その顔。なんか企んでるな。わかるよ。彼氏だぞ。じゃ、なんだよ。嫌な予感すんだけど。こっち来てって、何すんだよ。なあ、おい。寝室なんかで、何すんの？何これ？五円玉？糸ついてるけど。催眠術？よく眠れるように。お前ってば、可愛いよな。いや、バカなんて言ってない。セーフだった。ごめん。で、これ、なんつうか、古典的な催眠術、だよな。聞くのか？これ。こんな恋見てるだけで寝たら、一生いらないじゃん。いいからって。はい。で、これ、見てればいいのか。この、揺れてるコインを、じっと。あなたはだんだん、私の言うことを聞くって。こんな子供騙し、聞くわけ、ない。目を、開けて。敬語で。かしこまりました。はい。ご主人様。本当にとは、よくわかりませんが、私は何も変わっていません。はい。で、おかわり。ほっぺたに、キス。じゃあ、失礼します、ご主人様。急に飛び抜いて、どうしたんですか？顔が、真っ赤ですよ、ご主人様。なんでもない。そうですか。これから聞くことを正直に答えて。
かしこまりました。ご主人様に思っていること、とても素敵な女性だと思っています。私なんかにはもったいないくらい素敵な女性で、愛しています、とても。ご主人様もですか？それはとても嬉しいです。ご主人様に隠していること？はい、冷凍庫にあったアイスを食べたのは私です。チーズケーキも食べました。あとはご主人様が元彼からもらったピアス隠しました。ベッドの下の引き出しにまだ入っています。なんでそんなことをしたのかですか？ご主人様のお気に入りのアクセサリーが私があげたものじゃないことに嫉妬してしまったよ。引き出しの中身、もちろんピアスだけではないですが、大切なものですよ、ご主人様と私にとって。でもご主人様のものを隠したのはピアスだけ、それは本当です。ごめんなさい。どうしたら許していただけますか？はい、可愛く犬っぽくお願いして。ご主人様、許しては？にやけていますよ、可愛いお顔が。なんでもない。そうですか。許していただけるんですか？ありがとうございます。そうですね、そういえばあと少しで私の誕生日ですが、欲しいものは何か？それは欲しいものがあればいただけるんでしょうか？何でも本当に？そうですか。私の欲しいものは、ずっとこうしたかった。ご主人様、私が欲しいものはたった一つ、あなただけ。ほら、口を開けて。こうやって口に布をかませたらもう私に命令できないでしょう。やめてとも、催眠が解けろとも言えない。あなたが私に命じたんですよ。欲しいものは何でもいただけるんでしょ？ずっと隠してた。こうやってあなたを閉じ込めたいという感情も、自分だけのものにしたいっていう感情も、あなたの自由を奪いたいという感情も、このベッドの下に隠した
あなたに使いたかった道具も。この引き出し、あなたには一度も見せたことがない。中身は、内緒にしてたから。でも、もう隠さなくてもいいんでしょ。全部全部、あなたが命じたんだ。ほら、この首輪、可愛いでしょ。ご主人様の好きな色。ここ、あなたの名前も書いてあるんです。鎖もつけてあげます。かわいい。ほら、ご主人様。ああ、違うな。こうしたら、俺がご主人様か。首輪もリードもつけられて。もうお前は、俺のもの。お前さ、こんなに犬好きだったんだ。じゃあ次は、お前が犬になろう。ほら、ワンって鳴けよ。ん？布のせいでよく聞こえないな。ああ、泣いちゃった。かわいいな。涙、舐めてあげますよ。ご主人様の好きな犬っぽく。ね。ワンワン。ほんとかわいいな。ごめんな。本当は、ずっと隠しておくつもりだった。薄暗くて、汚い感情だから。ずっとずっと。我慢するつもりだった。でも、お前がこじ開けたんだ。好奇心は猫を殺す。お前は犬だけど。今日も眠れないな。でも、今日からはいい夢が見れそうだ。お前が俺のものでいてくれれば。逃げないで。お前がかけた催眠だろう。お前が望んだんだ。なら、責任持って俺のものになれよ。ほら、ワンって泣いて。